皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですねとある固定をしました。多分みんなびっくりする固定、これでですねキャラ強 B が1まで上がりました。はい、ちょっとですね動画を撮ってなかったので後付けの実況になります。最新の4試合、見せていきたいと思います。というわけでやっていきます。デビルヒドラですね。はい、デビルのキャラ強 B グランプリでデビルを使っていて裏どうしようかなと迷ったんですよ。で今の環境ヒドラがまあ強いよなと、ヒドラすごい強くなったからヒドラと、相性いいかどうか分かんないけど使ってみるかと思ってデビルヒドラにしたらめちゃくちゃ強かったんですよね。というわけで見ていってください。はい、お相手がクレフラリーダーですね。でクレフラ UFO ですね。まあ UFO 読みで、立ち回っていくんですけど、まあデビルヒドラで、まあ、とりあえずヒドラがやばいですね。これ瞬殺しに行くはずだしか、めちゃくちゃ強かった。さあ、虹バーサクがね、いい感じに熱くかかってます。でこれでもうクレフラ来るんですけど、もう相手するのめんどくさいんで突っ張れました。クレフラ倒しました。クレフラが降りてくる前にヒドラとヘッジホック、まさか2本重ねてクレフラを即死させる。でリリース出てきました。もうリリース出てきたからブルが出す。でフェアリー出されてますけど、ヒドラもですね、まあ、首が強いんですよね。まず首の火力がすごくてリリースゴリゴリ削るんですよ。それプラス、まあ、ドハーツ点が入ってるのと、まあ、ブルガの回転が入ってると渦潮ですね。まあ、これによって全部終わり。もうゴリゴリゴリ押しですね。はい、フェアリー出されて回復化されてますけど、まあ渦潮でまとめて範囲で持っていけるんで、こんな感じで。クレフラ UFO も正直超強いんですけど、まあ超でもないか、普通に強いんですけど、クレフラさえ潰しちゃえばその後の UFO がもう手札1は腐るんで、まあなかなかね難しいかなっていう感じ。瞬殺すれば問題ない。というわけで1戦目完勝ですね。ありがとうございます。先ほどの試合は、強 P13 キャラ強 P19 かな、それぐらいもらいました。はい、で続いてですね、続いてはスライムリーダー、まあ、スライムはちょっとね苦手な方かな。まあ、スライムだけだったらデビルは止まらないんですけど、スライムで抑えられながら射程外から、デビルで、もしくはスライムにキャラを重ねてデビルが狩られちゃうんでちょっと苦手。ただマイマイ引けてるんで、まあ、悪くはないかなって感じですね。で足もいるんで、はい、トリデを狙いに行きたい。これもねまたねヒドラが頑張ったかな確か。まあお相手足いますが、とりあえず開幕に大砲を打ちます。で吹き飛ばします。もう一回打ってもよかったんですけど、まあいいかというわけで、このままね鳥を取って、で、この先ですね、もう一発打って確実に取るのが多分一番良かったんでしょうけど、まあいけるかと思ってマイマイで、剣士を全部吹き飛ばします。はい、大砲打たなくて済みましたと。しかしですね、この後のゴブリンが、まあ、曲がってきてしまい、犬も引っかかってしまい取られてしまうと。でここからまあスライム合戦が始まりますね。でチビメタも出てきて、スケも出てきてスライムいるんで、まあ、トリガーでしょうと。まあ、第2トリでさえしっかり守れればって感じですね。守んなきゃダメですね、絶対に。守れればトリガーが頑張ってくれる。でデビルとネボボでかなりトリガー削ってますんで悪くないですね。ここ出てくるのがゼウス。ゼウスに関しては正直トリガーで問題ないんですけど、まあ、スケルトンでうまいことですね、トリガーを取られてしまうというね、まあ、失態を、してしまいまして。でただここでキメラが出てくるんですよね。これラッキーですね。キメラのおかげでトリガーは死にますが、まあ、その代わりですね、全部ゴリゴリに削ることができましたと。はい。まあ、イカズチでね、ユキンコはね、狩られてしまうんですけど。まあ、今度ヒュードラがね、キメラと、ゼウスを瞬殺しに行きます。瞬殺とかまとめて狩ります。ただ、ここでスケルトン重ねられてしまって、やられてしまうんで、ただね、この首が、見てください、皆さん。4体飛んでるんですよ、4本。この首がエグいんですよね。まあ、スライムリーダーなんでね、首結構止まりやすいっちゃ止まりやすいんですけど、まあ、それでも結構頑張ってる方かなと。でだいぶそこでね、キャラ数とコストを使ってくれてるんで、はい。トリデも全部削ってますね、一番奥。で、マイマイが頑張っていて、スケを全部倒してくれてます。で、ちょっとチビメタがめんどくさいですね。この大砲いらなかった。必要なかった。チビメタ自体が城に近づけば近づくほど、HP の減少量が多くなるっていうね、謎の仕様があるんで、こっちのチビメタに大砲打ってね、後ろのチビメタ放置全然間に合いましたね。でまあ、デビルが、まあ、いますが、スライムだとねデビルはね止まんないですね。あ、スライムだけだったら他のキャラ出されると止まっちゃうんですけど、ただ相手が相当キャラ使ってるんでね、あのデビルを倒せるキャラがいないんじゃないかな。やっぱ防御力が高いキャラはね、攻撃力が低い多段系の攻撃に対してはすごい強いんで、はい。というわけでチームメーターはしっかり抑えて、残り50秒、まあ、もしねワンパン入ってこっちが、スライムで抑えられて盛り返さなかったら危険なので、まあ、一応ちゃんと抑えると。で剣士もしっかり抑えてあげて、ただまあこの状況多分残り40秒もあればダメージは入るでしょうというわけで、ネボボもう1体追加して、トリデを狙いに行きます。でデビル2本下流れてるんで、あのデビルがまあ止まんないでしょうと。で、お相手も多分もうキャラがいないんですよね。相当キャラ使ったんで、首にね、スライムいっぱい使って、スケも使ってって、まあ、スケね、ヒドラ倒しに行くにも使ったりとか、まあ、いろいろしたんで、トリデ削るにも使ったりとか、まあ、相当キャラ数を持ってってると。
はい、でもうここ大もうワンパンなんで取りに行く。あとはもう剣士バラバラ流してワンパン入ればいいかなって感じで、まあとりあえずここでワンパン入ると。まあ干渉はちょっと厳しかったかな。まあデビル自体火力が高いわけではないので城削る速度は遅いんですよね。なのでまあまあゆっくりゆっくり削ってくれて、まあ最終的には点差勝利って感じですね。ありがとうございます。はい、先ほどのスライムの試合は強 P が点差で15、キャラ強 P8 かなもらいました。で続いての試合ですね、これはちょっと苦手な、お相手のキャラが苦手なキャラですね。あのヒドラ使ってて嫌なのってマジで瞬間火力なんですよ。火力で一瞬で葬られるのが嫌なのでブルドラリーダーとかは本当に重いですね。なのでレドラを引きました。レドラは引いたけど他の札でブルドラ倒せないのでレドラをしっかりうまく使ってあげないと、まあ、狩られてしまいますよと注意ですね。まああとは砦が欲しいなって感じ。まあ足がないんですけど、お互い足がないんで、まあ、ユースケうまく使って砦を削って、ユースケ砦削るのめちゃめちゃ早いんで削って、第2が取れれば第3は取れるでしょうと、そんな感じですね。さあユウスケ出して取れて削りに行って大砲2発出せることができると、これラッキーですね。で上のラインに剣士全部来てるんで、まあ、デビルでも倒しながらそのまま第4まで行っちゃおうと。で下のラインも大砲打つ必要がないと、ユウスケプラス剣士取れるよと、まあ、だいぶコスト勝ちしてますね。相手が大砲2発3発2発かな、はい、打った分こっちねキャラ出せてるんでかなりでかい。で魔導系出てくると、ただこの魔導系確か修理10だったかな、ちょっと弱めの魔導系だったんですよね。金バッチャし、まあ、アマゾンで射程買ってますんでアマゾンですを召喚で、ここでユースケ出てくると。でこのユースケにデビル出すとね、まあ、激流でまとめて狩られちゃうんですけど、まあ、しょうがない、まあ、ユースケ倒せればいいでしょうというわけでデビル出してあげて、まあ、デビルは狩られると。でもう一回ユースケ、まあ、このユースケの仕方が相手うまいですね。これによってデビルを使わされて、しかも激流でねデビルがまとめて狩られるというね、かなりねうまい出し方されてますが、ここでレドラをすぐに切らないでちょっと待ち、ユースケがノックバックするまで待ちます、やられます。ユースケの射程をしっかり入れられるように、まず灼熱で後ろもしっかり焼くように範囲ぴったりにして、かつ、近接至近距離でキャラを重ねられてレドラがね溶かされないような位置、魔導系のこういう食らってねガチャガチャやられない位置からレドラを召喚してあげて、ブルドラもユースケもネズミ剣士も剣士も全部倒してあげて、でここからレドラが前に行くんでキャラ出されてしまいますが、まずはしょうがないと。はい、ここはねユウスケしっかり合わせてネズミ剣士もやりに行き、砦を狙いに行く。まあこれによってねレドラはもちろん狩られますがしょうがない。まあこれでブラドラのスキル中出てくるんで、多分まあブラドラじゃなくてブルドラユウスケかなと思いますが、でここですね、ここから超強いからヒュドラとアマゾネス重ねる。このヒュドラがねマジどうしようもないんですよ。まあ魔導系1本残ってるんで首飛んだところで魔導で止まるんですけど、お相手は 100% 砦を守れないんですよね。守ってしまうと首が飛ぶから。ただこちらアマゾネス金バッジっていうね高射程キャラ持ってますんで魔導系も潰せますんで全然問題ないっていう。さあ第一撃でワンパンしていく、まあもう一回復活するんですけど、でデビル出してあげて即死狙い、はい即死入ってませんけど、ただまだキャラ残ってますからね。40秒で魔導系もスキル10だったらね、まあ、全然怖くないんで、でこれね止めないでヒュドラの首を飛ばせる作戦、ヒュドラに首を飛ばしてもらう、首を飛ばしてもらう、はい、これで少しずつ首飛ばしてあげて、まあ、魔導系で狩られてしまうんですけど、まあ問題ないでしょうと。第一切り打ってもらって魔導も倒してこんな感じで完勝ですね。ヒュドラの首はねやっぱ相手のね繊維をそうさせることができる、これ以上攻めらんねえぞっていうね、まあすごい強いです。はい、先ほどのブルドラの試合はいくつだったかな、ちょっとポイント覚えてないですけど13とか 10ちょいもらいましたね。はい、で、これがラスト、まさかのデビルミラーですね。デビルミラーで札が最悪ですね。もう完全に死んでる札ですね。もうどうしようもないこの札、これラストシャッフルですね。大型が1本も来なくてずっと回し続け、しかも中型もベビーとかケットシーバカ来て、なんだこの札はって言って回し続け、最後まで回した結果はこうなりました。はい、本当にひどい。なんか強火持ってる時に限って相手のリーダーに対して相性が悪いキャラばっか来るんですよ。もうなんか、まあ、たまたまなんでしょうけど確率なんで、でもあまりにもひどすぎる、多すぎる、こんなんどうしようもないですからね。ベビーも無理だしケットも無理だし、まず刺さってないで、まあフランケも重い。ただこれでハーピー見せてしまうと、キャラ数バレてしまうんで、なるべく見せないように立ち回りたい。1枠はね、しばらくは。で、まあこれでね、まあ、ベビーの範囲とデビルによって、まあ、フランケンは1本目はやれますと。ただここからですね、まあ、悲惨なことがありまして、まあ唯一相手のキャラを止めれるのがハーピーなんですよね。デビル止めれるのがハーピーしかいないんですよ。ここから見てほしい。
でデビルが頑張りますが、まあ、即死も入れられずしょうがない、はい、でここでスライム、ハーピーします。はい、フェアリーなんですよねマジでもう相性最悪すぎる、本当にどうしようもない相性ですね。しょうがないんでもデビル重ねます。でですね、これも相性最悪ですね。スライムも無理だし、デス止めれるキャラゼロだし、ミニデス化しまくってるし、全部ミニデス化してる。とりあえず剣士をしっかり止めてあげる。でヒュドラに対しても引っ張ってから出さないと詰むん で引っ張るにしてもワンチャン即死ゲーされるじゃないですか。もうどうしようもないんで、札的にはマジで最悪っす、本当に最悪。なんとかヒュドラを召喚するけど、ただフェアリーいるんで倒せないんですよ。まあ、剣士なんとか剣士で泣いてもらおうかなという作戦ですね。これでぐずりで範囲で巻き込んで、ただヒュドラがですね、次はね即死は入んないんですけど、スキル全く打てないんですよ。首1本飛びましたけど倒せないんですよね。ひどい試合これ本当に。なんとかデビル重ねて倒しに行って無理やり倒しました。で後ろはあのフェアリー届かないんでスライムハーピーしてしっかり倒す。ただなんかミニデスがねちまちま殴ってるんですよね。あんま削られたくないんで、まあ、残り1分までいったんで、まあ、大型1本バレてなくても多分間に合うでしょうというわけで決闘しよう召喚。ただここでお相手にもね多くが出てきて、まあ、4枠目ですね。はい、これによって、まあ、お相手もいなかったんだよと。はい、あの大型が1本、デビル、フェアリー、フランケン、オーク、マタンゴ、そして、さっきのデスですね。なのでなんとか助かった感じ。これがもしクイーンビードが来たら結構重かったですね。まあ多分スライムもハーピーもいるんで時間的に多分間に合うんでしょうけど、まあ、なかなか重い展開だった。まあ、お互い大型がいなかったって感じですね。まあ、ケットシーがなんとか使い道が一応生まれたかなっていう、オークを止めるっていう点で。ただもちろんオークもいますし、まあ絶対にマタンゴもいるしね、突破はできないんですけど、なんとかスライムも最後置いて判定を狙って判定勝利ですね。はい、ありがとうございます。そんな感じです。まあ、その後ちょっと、この後ですね、ちょっとサキバスでソロリーグちょっとやっちゃったんで17ポイント増えちゃってるんですけど、デビルリーダーで1707かなまで行った感じですね、デビルヒドラで。はい、でその後サキバスで、まあ、この撮影外で今2000やって1724にした感じかな。はい、そんな感じで、まあ、ヒドラがですねかなりいいです。今の環境めちゃめちゃいいかもしれない、結構おすすめできるかもしれないっていうぐらい使いやすくなってました。まあやっぱユースケの火力ダウンがまず1、あとキメラガールがまあ少し減ったこと、あとキメラガールもねヒドラプラスキャラ重ねて倒せるところ、まあ、なかなか、噛み合ってるかなと。で首も強くなりましたしね、結構いいです。はい、やってみてください。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。